こんにちは、グッピーこずえです。今日は実家でご飯ナウです。甘めと手作りのトマトと、これは何かな、ハムとなんかピーマンを炒めてるやつと、大好きな練り物の天ぷらです。2行ぐらい結構焦げてるな。2行ぐらい結構焦げてる。あ、もう美味しそう。何食べてるんですか、ジョーちゃんは。もっとまっこれ食べてんの。ドレッシングで炒めた。食べてみたいと。めっちゃいじられてる。ドレッシング炒めでも食べよう。柚子胡椒のドレッシング、大根おろしです。なんかいつもより大根おろし美味しい。なんで美味しい、大根おろし。そう、田舎で採れたやつやからちゃん。なんで大根おろし美味しいの。パン入れたから。なんかこの餃子がすごい美味しいようなので、はい、焼きます。これなんか透明のやつ、オールフリー、結構気になるやろ。ちょっとレモンっぽい味やわこれ。めっちゃ変な柄になった。なんか違う。これおっぱい、おっぱい、おっぱい。これトラ焼き。え？トラ焼き。はい。ドラ焼きのトラ柄のやつ。ああ、それそれ。え？それそれ。これトラ焼き？食品サンプル。何の写真なそれ？だからお尻。いやいや。いいやろ。素敵やろ。どれ？え、めっちゃおもろいやん。え、それ下立ってんのお母さん。うん、めっちゃおもろいやん。キザやろ男の人が。このハルムの写真めっちゃおもろいな。超太郎さん、私のモチマン最大最大の面白いやつどこ行った。旅立ちは一番面白い時代これやからな。美化委員の美化委員時代めっちゃおもろない。しかも美化委員とかマジでやることないし、これ骨折してるし。運悪すぎるし。これめっちゃおもろいやろ。なんでこれ撮る時に骨折してんの。めっちゃ恥ずかしいやろ。ほんで骨折してるし、しかもこれさ、なんかギブスだけでいいのにお母さんが汚れるからとか言ってさ、自分のなんかレッグウォーマーのめっちゃダサいやつ。しかもさ、なんかクリスマスカラーやしな。そうそう、めちゃくちゃダサい。これクリスマスじゃん。分際であれやからな。記者の勉強をして女優になって、人が感動するドラマや映画を演じたいっていう恐ろしいこと書いてる。けど中学の時は安室奈美恵に憧れてたからな。やばお兄ちゃん。こいつが、うん、やばいって。っていうか目標高すぎるって。いや、しかもさ、こっち側髪の毛なんでこんなんなったん。少ないな。でもこう見たら髪の毛違うわ。正解。ここなんでここガタってなった。自分で切ったん。いや、こういう髪型流行ってたやん。流行ってないやん。タコさんヘアみたいな。タコさんヘアは。タコさんヘアってのあれやね。ソーセージか。ちょっと待って、めっちゃおもろい。2年遠足、2年遠足時代のうち。頑張ってもダサいよな。でもさ、これはさ、ちょっと可愛いよな。アルペンスキーウェアの宣伝いけそう。無理や、ジャージやん。着替えたらいけそう。無理や、いけてないもんな、この時代の春は。やめーや、やばいって。やめてや。見てや、これこの2人めっちゃいけてない。めっちゃいけてない。いや、どこがやろ。ブスやろ。ブスやろ、これタトモンチやろ。いや、ちゃうやろ。未来のやばいよな。お母さんが一番いいやん。まだ見れる。じゃがりこかなんか持ってる。楽しい時に出る顔やもん、うん、だってもう楽しすぎて変なことしてるもん、あんた。もうかぶっても。あんたもやで。マイク持ってるけど。なんこの太もも、やばいって。そう、ちょっと見て、これあれやで、ディズニーストアの福袋に入ってたトレーナーや、うん、うちなんかほんまオリーブでオリーブの服やってて。まず謝ってほしい。お母さんが一番マシやん。この写真めっちゃ可愛いわ。めっちゃ二人ともちょっともう可愛いのも見せとこ。これ一緒に囲碁打って可愛い私です。これはこれです。いや、めっちゃ可愛い。囲碁打ってるパパのこの姿勢が可愛い。めっちゃおしゃれしてる。めっちゃ可愛い。これもハルムの七五三。これめっちゃやばい。はずすぎた。ハルムメモリーってなぶり書きしてる。蛍光のペンで。ハルムメモリーはめっちゃやばい。成人式です。あいさ、成人式の時ハルムとどうしても写真撮りたくて、部活の途中で撮りに行ったからなんか知らんけど、ハルムめっちゃ変な格好してる。ジャージやし、めっちゃジャージやし、しかも指めっちゃ入ってるって。誰が撮ってん。